お花紙で作るふわふわで立体的なアジサイです。まずボール紙とお花紙で土台を作ります。ボール紙を丸く切ったら糊をつけて、くしゃくしゃに丸めたお花紙を2枚その上に貼り付けます。それをもう1枚のお花紙の上に裏返しにしておき、周りに糊をつけます。そして丸く包み込みます。最後に糊付けして土台の出来上がりです。型紙をダウンロードして4つに切り分けます。そのうちの1つ分を使います。お花紙を細長く4つに折ったら、型紙と重ねて切り込みの部分を1箇所ずつホッチキスで留めていきます。そして1つずつに切り離します。点線のところで三角に折り、しっかりと折り目をつけます。一度開いて向きを変え、点線のところで同じようにしっかりと折り目をつけます。切り込みが2つとも見える方から切っていきます。もし1つしか見えない場合は折り直してください。まず周りの線を切り落とします。それから切り込みの部分を切り落とします。ホッチキスで留めていない方から切ってください。ホッチキスの部分を切り落としたら、両側を持って真ん中に寄せます。するとくぼみができて十字になりますので、ここでしっかりと折り目をつけてください。これをバラバラにします。滑りやすい時には指先にハンドクリームなどをつけるといいです。つながっているものがあればハサミで切ります。折り目を伸ばしてしまわないよう優しく開きましょう。これを作っておいた土台に液体のりで貼っていきます。周りから貼っていきましょう。花びらと花びらが少し重なり合うように貼っていきます。ぐるっと一周貼れたら真ん中を貼ります。花びら同士がくっつかないよう花びらを持ち上げて糊をつけてください。ここで先に葉っぱを貼っておきましょう。作っておいた葉っぱの付け根に糊をつけ、花の下に差し込むようにして貼ります。白い絵の具を綿棒の先につけ、花の中心に白い点を押していきます。絵の具はチューブから出してすぐのものが使いやすいです。必要な量だけ少しずつ出しながら押していきましょう。これを乾かせば完成です。いろいろなお花紙で作って飾ってみてください。